ように増えてゆく蝕む炎吹き消せし筆止まらぬこと生み出すら Say yeah yeah Say yeah Say by this わめこんなんです泣いて塞いでそれでも痛むよ最高潮で狙ってみて yeah 設定掴んで勝者は Witam, w kolejnym odcinku zagrajmy w Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Ostatnio zakończyliśmy na bitwę w czasie i przestrzeni. Kakashi kontra Obito. Jak już zauważyliście, mam polskie napisy. Pobrałem, zakupiłem właściwie polską wersję, bo tak mi się chciało. Dobrze, to zaczynamy Sacrificant 10-godniastego. Dawno nie nagrywałem, ale postaram się nie wypaść z gry. まずい、このままでは木遁、木分身の術。やるぞ、サツキ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ鳥山、サルトビ。おお。ファイト。wygrę mając więcej niż 70% zdrowia, traf techniką ninjutsu dobieramy, Hirozenna. I wykończ przeciwnika tajemniczą techniką. Walka. Jubi no jinchuri. Hatoshite. Sezuna no mamo ki o nuku na. Yoi na. Wakatte orimasu. Gojo o kimaku fura. Wa. Zmienili jego ulta. Fajnie. Trafiłem go! Tak jest, Sarutobi! Czy Hiruzen? Który to był? Który? Nie pamiętam. Hiruzen, Sarutobi! Dobra. Się poprawiłem. Naruhodo. Kono karada. Jūbi ga haitte iru bun, surinuke wa dekinai ka. Dara. Nan no mondai mo nai. Ore
だけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただまずい過去に眠っていればいい。わあ。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い弾、それを爆発的に拡大させた。キャズ2代目のおっちゃん安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるんだ。俺の死がホカゲでよかったよ。おかげでホカゲを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前が、おかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりホカゲになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから、木の葉の誰より、任界中の誰より、オビトなんかより、父ちゃんが何一つ失敗してないこと、わあ、一番よく知ってっから。焼きすなくファイナ、行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。Ojciec z synem. Będzie fajna walka. Whoa.ファイナル。まるでクシナと一緒に戦っているように感じられる。ラッセンシュリケン。Jeszcze raz muszę to zrobić. Chwila. On mnie nawet nie drasnął. Jestem dobry. Bardzo dobry jestem.お前がどんなにすげえ力を手に入れても俺たちは絶対に諦めねえ。わしね、いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。No, zakończone. Przechodzimy do następnego etapu, czyli bitwa przodków. A może? Nie, bitwa.
邪魔をするな、まだだ。こうなってはやらねばならないことが。何のことだ。もう少しお前をいただく。Dobrze, tutaj 25 trafień, to czemu mam nie tylko trafić? どういうことだ?奴が江戸天聖の術を作ったおかげで、こうして再び本気のお前と戦うことができる。本来ならば、もう叶わなかった戦いだ。現在の木陰に比べ柱間、やはりお前は俺を楽しませてくれる。知っているか、今の世は俺たちの時代に比べかなり非力になっているぞ。今と昔では求められているものが違う。力が全てではない。違うな。焼き物っぽくな時間、大河タルチャー。すでに死んだ存在ぞ。現在の世に干渉するのはやめろ。俺が死んだ存在？誰がそんなことを決めた。俺はかねてよりこの時のために虎視眈々と計画を進めていたのだ。今バン俺のためにある。 Nie dam rady go 25 razy uderzyć, więc trudno. Kończymy tę walkę.Szybko to poszło. Sasuga Madara, この程度では終わる気がせぬ。Łatwiej zna. Słaby był.やはりこうでないとだ。お前との戦いは、しかもどちらも江戸天聖、半永久的に楽しむことができる。こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことは分かっている。お前の真の狙いは何だ。そうだ、少し昔話をしてやろう。柱間、お前は真珠というものを知っているか。真珠？まだ人がチャクラというその概念すら持たず、絶え間なく争い続けていた遥か昔、真珠はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から真珠として崇められていた。ある日、千年に一度なるという実が真珠に宿った。その身には決して手をつけてはならないという伝承があった。争いに勝つとそれを口にした姫め、名は大筒木カグ。それが最初にチャクラを持った人だ。そしてカグヤの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた。赤子の名は大筒木羽衣。チャクラの教えを解き、忍衆を始めた忍びの僧、陸道仙人と呼ばれた男だ。争いを止めるために禁断の身に手をつけた人が、その後どうなってしまったか説明がいるか。その身に人が手をつけた時、人は呪われ、より憎しみ合うことを決定づけられた。忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか。Nie zgadzam się. それならばいっそ大幻術によってやり直した世界へ移り住んだ方がよくはないか。それがお前の言っていた先の夢だったのか。ああ。だが。ほんの少し違う。どういうことだ。すべてをここで話すのは野暮というものだ。
ここで言えることは一つ。それを待つのはオビト。他の何者でもない。この俺だ。なぜだ。なぜそうなってしまったのだ。お前は。己の道だ。たとえ誰であろうと指図される義理はない。この際はっきり言っておいてやる。お前と未来を語り合う夢の時間はすでに終わった。今はそう、このひとときを楽しむ。Oszalał. Normalnie, po prostu. Jak każdy wariat z wielką mocą. Oszalał. Może. No, te 25 trafień. Jak to dokonać? Dobrze, no to dziękuję za uwagę. W następnym odcinku będziemy walczyć dalej. Do zobaczenia. Cześć.